はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病、闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆さんの血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、なんとね、魔法のおやつになるかもしれないね、そういったお話をしていきます。小さいながらもね、たくさんの栄養がね、ぎゅーっと詰まってるね、あのナッツ類なんですけどもね、皆さん普段からピーナッツとかピスタチオとかのナッツ類ってね、食べますかね。健康にいい食材としてね、知られていますけどもね、油分が多いので、みんなからちょっとね、毛嫌いされたりしてるんですけども、あれもね、食べ過ぎなかったら、めちゃくちゃ体にね、いい食材なんですよ。なんならね、もうダイエット中のおやつとしてね、食べてもね、何の問題もないものとしてね、食べられています。もうまさにね、魔法のおやつですよね。体にいいのはもちろんなんですけどね、なんとね、脳にもね、大変いい影響を与えてくれるんですよ。食べてから勉強するとね、めちゃくちゃ集中できるとも言われてます。でそんなナッツ類でもですね、僕がハマってるのはですね、くるみなんですよ。くるみね。でそんなくるみには具体的にどのような効果があるのでしょうかということなんですけどもね、今回はね、そのくるみを食べることによって期待できる効果、効能をご紹介いたします。またね、くるみの効能をね、最大限に発揮するための正しい食べ方というのも解説しますね。まずはね、くるみに含まれている主な栄養素をね、紹介しますね。アメリカのイェール大学のね、栄養評価システムっていうやつがあるらしいんですけど、それにおいてですね、くるみは100点満点中82点という高得点を獲得しておってですね、栄養価の高い食材であることがわかります。すごいですよね。というかアメリカのね、イェール大学っていうのは、この政治学とかその経済学が専攻している学生さんがめちゃくちゃ多くてですね、たくさんの政治家さんをね、輩出して、政治家さんでないねんな、政治家さんを輩出してみたいなんですよ。でちなみにね、これまでね、5人のアメリカの大統領がね、出てきてますので、ね、なんかこれだけ聞いてもね、すごい信憑性ありますよね。そんなね、くるみは素焼きでね、100g あたりの主な栄養分なんですけどもね、タンパク質がね、14.6g、脂質が 68.8g、炭水化物が 11.7g に対してですね、ポリフェノールがなんとね 1855mg あるんですよ。炭水化物がね、思いのほか少ないので、こういったところがね、ダイエットにつながるんだなと思いますね。でもほんまにね、脂質がすごい多いので、本当にね、食べ過ぎはよくありませんね。脂質異常症とかになりますんでね、ナッツ類はだいたいそのね、1日 20g くらいまではね、いいとされています。軽くこう手のひらでひょいってすくうぐらいのね、分量なので、それほどやったらね、食べてもね、すごいね、手のひらで作ってすくうぐらいから、結構満足できるぐらいのね、分量はね、あるんですよ。そしてなんといってもですね、ポリフェノールがね、すごい多いんですよね。抗酸化作用がすごく働いてくれます。野菜やったらポリフェノールが多くて有名なね、ビーツっていうのがありますけども、ビーツでもね、 100g あたり 210g なので、くるみは 8.8 倍も多いです。ちなみにね、ポリフェノールが多くて有名な飲み物です、ワインですよね。あれはお酒ですけども、他のどの飲み物と比べてもですね、ポリフェノールの含有はね、すごい高いんですよ。僕が調べたところではですね、一番ポリフェノールの多いワインでもね、 100ml あたり 300mg でした。くるみはね、それよりも多く含まれてるんですよ。でそんな栄養価の高いくるみをね、食べることによって得られる栄養的なね、5つの効果があるんですけども、睡眠の質の向上、不眠症の改善効果、ダイエット、美肌効果、薄毛対策、美髪促進効果、アンチエイジング、生活習慣病の予防効果、これらをね、それぞれね、解説していきます。まずね、睡眠の質の向上と不眠症の改善効果でございますけどもね、くるみを食べるとね、メラトニンというホルモンのね、血中濃度が3倍になるという研究結果があります。このメラトニンにはですね、体内時計を整えてですね、夜になると自然な眠りを誘う効果があります。またね、くるみに含まれているトリプトファンというね、成分のね、代謝の途中で分泌されるセロトニンっていうのはですね、自律神経のバランスを整えてくれる働きがあります。セロトニンは幸せホルモンと呼ばれておりですね、心のバランスが整い、ストレスを軽減してくれるためですね、睡眠の質を高めてくれることが可能です。眠りが浅い方とかね、その不眠症にお悩みの方はね、くるみを食べることをね、おすすめします。続きまして、ダイエット美肌効果でございます。
ミネラルやビタミンがね豊富なくるみっていうのはですね、ダイエットやね美容の関心の高い人からもねすごい人気です。ビタミン B 群はね疲れにくい体づくりをねサポートするだけでなくですね、体の組織を美しく保つ効能があるためにですね、美肌効果が期待できます。また食物繊維が豊富であるためにですね、腸内環境が整います。便通の改善に役立ってですね、老廃物が体の外に排泄されることでね、お肌の調子が整うなどね、美容にもつながると考えられます。さらにですね、クルミは糖質が少ない食材です。成分表の炭水化物からね、食物繊維を引くとですね、クルミが 100g あたりのね、糖質はね、たったの 4.2g であることがわかります。良質な脂肪を含んでてね、腹持ちがいいためにですね、糖質制限ダイエットの際にもですね、強い味方となるでしょう。ちなみにね、糖質オフとか糖質カットとかっていうその言葉をよく耳にしますけど、そもそもの糖質というのはですね、炭水化物から食物繊維を引いた栄養素のことです。話を戻しますね。美髪促進効果、体の内側からのヘアケアとしてもね、クルミが注目されています。髪の毛を作るのに必要なタンパク質、ビタミン、ミネラルの豊富であるためにですね、髪の毛に必要な栄養素を補給できて、しなやかな強い髪につながると考えられているからです。またね、美髪に有効とされているナッツ類の中でもですね、クルミは抗酸化作用が強い食材です。これによってですね、髪の毛に受けるダメージをね、軽減させる効果が期待されています。でもね、そのここでね、勘違いしてはいけないところがあるんですけども、生えてくる髪の毛を強くしてくれるので、これから生えてくる髪の毛は、唾液など、紫外線などのね、自然からの影響によるダメージを、これまでよりも軽減できると考えられますけども、ヘアカラーとかパーマなどのね、その化学的なダメージをね、負ってしまった髪の毛にはね、クルミを食べてもね、修復能力がね、期待できませんのでね、ご注意ください。またね、クルミはね、亜鉛などのミネラルがね、すごい豊富なんですよ。で、これらの働きによってね、血行が良くなって、薄毛の対策にもつながります。で、さらにメラニン色素を作る細胞の活性化にもつながるためですね、白髪の対策にも効果が期待されます。そしてアンチエイジング効果ですね。クルミを食べることでね、細胞が健康に保たれてですね、アンチエイジングにも効果があると言われています。クルミには赤ワインを上回るポリフェノールが含まれておりまして、抗酸化作用の強い食材であるために、細胞が酸化してもね、錆びつくのを防いでくれます。フライパンでこう、煎るごとでね、ポリフェノールがより多くなることもね、分かっています。そして生活習慣病の予防効果です。クルミにはね、コレステロールや中性脂肪のね、値をね、下げてくれる効果があります。これはね、現代の生活スタイルによってね、引き起こされる糖尿病やね、心臓病、脳卒中やがんなどのね、生活習慣病の予防に効果をね、発揮することが分かってきてます。またね、血液をサラサラにしてね、高血圧やね、動脈硬化のね、心疾患をね、予防する効果も期待できます。これらはね、クルミに含まれるオメガ3脂肪酸っていうのとか、ビタミン E の働きによるものです。ね、素晴らしい効果を発揮してくれますよね、クルミってね。そんなクルミの効果をね、最大限に最大化する食べ方のポイントなんですけども、クルミっていうのはね、美容にも健康にもね、好ましい効果を発揮してね、生活の質を高めてくれる頼もしい食材なんですけどもね、その効果を十分に発揮するためにはね、正しい食べ方があるんですよ。まずはね、食べる分量なんですけどね、先ほどもね、ちょろっと言いましたけども、1日の理想的なクルミの摂取量はね、6粒から7粒ですね、約ね、これがね、20g から 28g になるんですけども、それぐらいですよとね、大きく言うとされてるんです。おおよそ毎日の1つかみ分とか、1すくい分というかね、それぐらい食べればね、いいとね、考えられます。しかしですね、その6粒とか7粒ってね、案外少ないんじゃんと思われますけどもね、くるみってね、結構1粒が大きいんですよね。だからその結構ね、持ってみても、あ、こんなもんかってなるけど、食べてみたらね、それなりにね、一個一個ボリュームあるんですよ。だからね、しっかりとね、お腹膨れます。しかしね、その美容や健康やダイエット向けのね、食品として注目されてるクルミなんですけども、脂質が多く含まれてるとね、先ほども言いましたよね。なのでクルミをね、食べ過ぎるとそのカロリー過多でね、逆効果になってしまうためにですね、適切な量を覚えておいてください。食べ過ぎを予防するためにはですね、よく噛んで食べることがおすすめです。でもね、歯に詰まりますんで、寝る前にしっかりとね、歯磨きしてください。あと、食べるタイミングですよね。それはいつがいいのかってとこなんですけども、基本的にはね、いつクルミを食べても大丈夫なんですけども、クルミはね、脂質が高いためにですね、消化に時間がかかるためにですね、寝る直前は控えた方がいいでしょう。小腹が空いた時に食べればね、少量でもね、満腹感が得られますしね、かさばらずにね、気軽にね、持ち運べるところがね、すごい便利な、ね、食材なんです。そして、そんな便利なクルミをね、選ぶポイントなんですけども、どんなクルミを選ぶのがいいの
のかと言いますとですね、まあその選ぶんでしたら、まあ余計な塩分や油分が含まれてないものが望ましいです。あのおつまみ用に販売されているね、塩付きくるみっていうのはね、その塩分がめちゃくちゃ多くなるので、あの食べ過ぎにもね繋がってしまうんですよ。やっぱね、塩分とかお塩がねやっぱ多めにかかったら美味しいんですよね。で、何回も何回もこう手がね伸びてしまうんですよ。これはねすごい食べ過ぎにつながります。もう一袋あっという間になくなってしまったりするんでね、これはちょっとね避けといてください。塩分がついてないものの方がおすすめですね。あのチャンドラー種のようにね、あの渋みが少ないくるみであればですね、癖が少なくてマイルドな口当たりであるためにですね、食べやすくてすごいおすすめです。くるみはねローストすることでね、アンチエイジング効果のあるポリフェノールのね含有量がね増大します。あの香ばしさもね増えてね、食感もね生のものよりね軽くなってですね、食べやすいとね大人気なんですよ。だからくるみはね、行った方がいいですね、フライパンでね。あとね、他の食品とかね、飲み物とね、組み合わせてもいいですよ。実はね、くるみは紀元前からね、親しまれてきた食材でね、郷土料理にもね、取り入れられています。そのまま食べることもできますけどね、まあ、どんな料理とも合うということもね、くるみの魅力の一つでございます。まあ、注目すべきところっていうのはですね、くるみと合わせて食べることで健康効果が高まる食材があるという研究結果が発表されているということです。あの緑茶やブロッコリーと一緒に食べるとですね、肝臓脂肪を減らす働きがね、高まるらしいんですよ。またね、緑茶、ラズベリー、リンゴと一緒に食べるとですね、糖尿病の予防効果がね増えると言われています。そのためにですね、くるみを食べるときには糖と脂肪の両方の代謝を助ける緑茶をね一緒に飲むことがねおすすめです。いや、いかがでしたでしょうか。皆さん、習慣的にくるみを食べることでね、その病気の予防やね美容にね嬉しい効果がねすごい期待できます。まあ、美味しく楽しく健康をキープするためにね、日々の生活でねくるみを取り入れてみてください。まあ、そんな感じでね、今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。